どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グルリインボーク、占領戦でもらったチケットの方をまた紹介していこうかな。うん、そうしよう。まあ、適当に雑談しながらね、普通のチケ会社が103枚、 SSR 確定が10枚、派遣が41枚で SSR 派遣が9枚。あれ、これなんかちょっとフォントっていうかなんか変わったデザイン、派遣チケット会社 SSR の前からこんなんだっけあんま覚えてないか。こっちちょっとまず単発3回引いて10連を10回回そうかな。まあそろそろね、敗勢を熟練の 100% にしていきたいが、まあムツキが出たんでね、敗勢使う機会ないのかなとは思ったりもするんだけど、またクインクスだけのね、クインクスパーティーで、まあクエスト行ったりねしたいんで、まあとにかく敗勢の熟練度は上げておきたい。頼むぜ。っていうか、あのメンテが終わって一番初めに目に入ったのがさ、お、月山か。イベントでさ、あれ来てるよね。あの、クズは駆逐だでさ、舞い降りるアキラ。もう懐かしすぎるんだけど。俺何回あいつに苦しめられたかわかんないんだけど、舞い降りるアキラがさ、再び現れてるよね。懐かしいな。この調子でさ、SR、でも、SR アイト来ねえのかな。SR アイトとか来たら面白いんだけどな。おっと、ほんと SR しか来ねえ、やばいぞ。まあ UR アキラさん確かそんなにね強くなかった記憶なんだよな。どうなんだろう、使ったことなかったよね俺多分。アマツが反射タイプだったのかな。ごめん、ちょっとグルカルの話するんだけど、アマツが反射、お、待って、SR しか来ねえ。アマツが反射タイプだったのかな。アマツ持たせたことないし、多分、UR 舞い降りるアッキーラさんもね、使ったことないんじゃないかなと思うんだけど、もし覚えてる方いたら、お、ウリエ、いいね。クインクス班の流れが、ここから始まるのか。SR、まあ、今回 SSR 確定チケットが中間報酬も合わせて10枚あるからね、かなり美味しいよね。まあでも3週間やった分、今はもうなんか占領戦2回目が終わってるぐらいかなって考えたら、まあ報酬こんなもんなのかなと思ったりもするけど、これチケット会社 SR っていうのなんか出てたから途中で回しちゃったんだけど、物珍しかったから、あのイワッチョ2人出たわおいな、イワッチョめっちゃ出るんだよな。これね、前回ノロが熟練度 100% になったんだよね。 SR、 おっとっと、じゃあちょっと売却するか。よし、引いていこう。何の話してたっけ。そう、ノロが熟練度 100% になったんですよね。なんで今回は誰がいいかな。俺、名前が出てこねえ。ササコだ。そう。ササコのデザイン好きだから、まあ、キャラ愛的に言うとササコ、まあ、グールだな、これ。フクロウね。フクロウもね、そこそこ持ってたような気がするぞ。SR。てか、ボックス拡張したんだけど、ボックスってどれぐらいまで拡張できるんだろう。なんか、フレンドの方の拡張は、もう、限界まで、石何十個使ったかわかんないけど、フレンドの方はね、190が今のとこ限界なんだよね。でも、150ぐらいいるから、フレンドが。まあ、残り40はどっかのタイミングでやろうかなと思ってるんだけど、もうちょい上限増やしてほしいな。てか、フレンドポイントがさ、占領戦期間中になると、なんか、インボケ開けるたびにさ、フレンドポイントマックスになってるから、ガチャ回した方がいいんだけどね。なかなか、お？おー、ローマ、持ってなかったんだね。あ、そうか、なんかボイス待ってたけど、そういや、派遣だったらボイスないわ。よし、じゃあ、回していくか。SSR 確定。これで、ハイセが出て、スリッパの重造が出て、っていうのを期待してるけど、SSR10 体ですげえな、マジで。SSR10 体ってさ、RC ポイント5万じゃん。
今回の促進剤20個とか普通にもらえんじゃん。アモンさんね。なるほど。河川敷アモンさんね。河川敷アモンさんって言い方だ。あれ、誕生日アモンさんって俺売ったのかな。いや、絶対引いてるはずなんだけどな。君、熟練度 140% なんだけど。記憶上では。160ぐらいかな。熟練度のなんか上限解放とか、まあ 100% で来ねえか、それやっちゃうとな。でも、グルカル時代は覚醒の追加みたいなのあったからね。キャラ調整。で、ガンガンね、インボケもキャラ調整していっていいと思うんだよね。なんか、あんま来ねえって来たことあったっけ？大幅な、さ、キャラ調整でキャラ強化みたいな。されてても知らんうちにされてるかもしれんけど。アビリティをこれに変更しますとかさ、昔ちょっと弱かったキャラクターでもリニューアル前ね、リニューアル前強かったけどリニューアル後ちょっと微妙になっちゃってよっていうキャラもね、まあどうにか現代のインボケを生き抜いていけるようになるんじゃないかなと思うんですけども、月山、まあ、RE のキャラが欲しい。無印はね、もう正直お腹いっぱいなんだよな。なるほど。なるほどね。そういや、篠原もこの前引いたけど、やっぱり黒岩欲しいよな、あの、暴走新たプロトの。あ、ていうか、あの、昨日、インボケの、あの、ひなみ、あ、インボケフェスのひなみの、ねえ、引いたんだけど、あれ、ちょっと時系列がさ、あ、俺これひなみ来ねえなと思って、また別のひなみが来んのかなと思ったんだけど、個人的にあの、あれ、コクリアのさ、来るんかなと思ったんやけど、なんかちょっと戻ったよね、あの、オークションに。おい、タタラさん、ちょっと待ってくれよ。ちょっと待ってくれよ。RE のキャラ欲しいぞ。完全にさ、あの、ロゼ編に入ったかと思ったらさ、グール多いね。そんなこともないか。なるほど、君熟練で 100% なんだよな。オーロチパイセン、申し訳ないが売ることになるな。さあラスト、ここで操作感を引き当てて背勢を熟練度 100% にしていくことはできるのか。何？なるほどね。御三家ヤモリ、なんか前回も引いたような気がするぞ。あそうか、それ入るん時が御三家ヤモリさんは違うかな、福袋かな。さあ SSR 派遣チケットガシャ。お、ハイセイじゃん。いいね。こっちじゃなくて、キャラの方で欲しかったんだが。さあ、ハイセイ、おっと。なんだこれは。ハイセイ、あ、で待って。君、熟練で 100% じゃない？ハイセイくん。こっちは RE のキャラクターめちゃめちゃ来るね。おお、いいね。RE のキャラクターめちゃめちゃ来るね。どうした？ノロね。なるほど。ささこは来ない。っていうか、俺、派遣で、この、無料チケットで、出るので持ってないやついたかな。今、ロマ出たしな。あ、また敗戦。なるほど。は、こっちで出ないんだっけ？まだ向こうの派遣ガシャの方で滞在中。お、ササコ。なんだ、派遣の方、ハイセ祭りなんだけど。ムツキ、こっち RE 感がすげえな。さあ、ラスト。まあ、ハイセは確実に熟練で 100% になったんで、ここは、ササコでお願いします。あと2枚ぐらいかな、ササコはな、グールか。
なるほどね、フクロウということで、長々と引いてしまったんだが、まあ今回めちゃめちゃ SSR もらえたし、あ、チケットもたんまりあったんでね、かなり RC ポイントが稼げたんじゃないかなと思います。はい、ということで、もうすぐ2周年、まあまだ2ヶ月ぐらい先だけど、まあそれを楽しみに2周を貯めつつ、もうでも誕生日があれだからな去年1周年もやってないし、あるのかどうかは分かんないけど、いや、まあ一応ね、心のどこかに期待をしましょうかね。はい、ということでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。今回もイラストが届いております。どうぞ。